昨日彩香のティータイムの誘いにすっかり騙されたよし。今日も積み木を崩さずにケーキをゲットできるのか。今日は英語でマスターして、もう一個ね、もう一個おおおお抱きしめて。うわ、結構簡単、簡単か、簡単、うん、抱きしめて、抱きしめて、ちょうだいっていう言葉を使う。ちょうだい、ちょうだい、私にちょうだい。 I'm please 私お願いになってる。あの抱っこって英語でなんて言う？抱っこ、うん、抱っこ、うん、ハグ、ハグを抱っこって言います。ハグ、ハグプリーズ。あ、でもね、分かるんだけど、この場合は抱き、ちょうだいを使う。私にちょうだい。ビリーブ、それ、それ信じる。分かんない。ギブ、ギブ、ギブミーで、それでギブミーアハグ、ギブミーアハグ、そらー、これでいいんだ。ギブミーアハグってなる。なるほど、うん、まあ、ゆっくりしておいて。あのね、ちょっと今度期末テストやるので、うん、ちゃんとこの2つ覚えといてね。マジですか、うん、じゃあ、Enjoy your tea time! Tea time! バイバイ。 OK! バイ。忘れるな、もう忘れたよ。 Give me a hug!